こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。永遠に来る質問。このお金は一括投資すべきですかドルコスト平均法で積み立て投資の方がいいですか回答、積み立て投資しなはれ。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。永遠に来る質問シリーズの第2弾です。YouTube で情報発信を始めて早3年半。いつの間にやらチャンネル登録者数は200万人になりました。 ライブをすれば、曜日、時間帯を問わず、数千人の方が見に来てくれます。2022年5月時点で、公式ブログは月間数百万 PV、インスタのフォロワー数は約39万、ツイッターのフォロワー数は約40万ってことで、本当に多くの人に見ていただいています。いつも皆さん、本当にありがとうございます。さて、お金に関するメディアとして、ここまで大規模に成長したリベダイには、永遠にコメント欄に書き込まれ続ける質問、永遠にライブでされ続ける質問、永遠にお問い合わせフォームから来続ける質問、そういうものがあります。 何度同じことを答えても何度も同じ質問が来続けます。意思を積んでも積んでも鬼に倒される。まさにサイの河原にいる気分です。そこで一つの決心をしました。同じ質問が永遠に来るならば、同じ質問に永遠に答え続けようと。押してダメならもっと押す。この動画は視聴者の皆さんと時空を超えて一つになる企画です。永遠に来る質問に対して一問一答形式でズバッと答える永遠シリーズ。これが充実してくると皆さんには三つのメリットがあります。メリット一つ目。 多くの人がハマりやすい、お金の落とし穴を抑えられる。メリット二つ目、悩んだことがあった時、その答えを簡単に検索できる。リベダイの動画は2022年現在で約1400本公開されていて、正直検索性に難があります。メリット三つ目、家族や友人にお金の相談を受けた時、この動画見ておいてって言える。こんな感じのメリットがあるんですね。多くの人が永遠にし続けている質問なだけあって、このシリーズを全て制覇できれば、まず間違いなくお金の失敗を避けられる。そんなシリーズに仕上げる予定です。 というわけで、今回の永遠に来る質問はこちら。手元にある余裕資金、一括投資すべきですかそれとも何回かに分けて積み立て投資すべきですかまさに永遠のテーマですね。ズバッと解説していきます。なお、一問一答の永遠シリーズでは、すべての質問に対して、回答はズバッと端的にいます。理由については、その後詳しく丁寧に解説しますので、回答部分だけの切り抜き、結論部分一人歩き、これはなしでお願いします。それでは、回答と解説いきましょう。 手元にある余裕資金、一括投資すべきですかそれとも何回かに分けて積み立て投資すべきですかこれについての回答は、積み立て投資しなはれこうですね。理由は、こういう質問をしている時点で、投資経験の浅い初心者だからです。初心者は無難に行くべきです。さらに詳しい理由をこの順番で徹底解説します。1、一括投資のメリット、デメリット。2、積み立て投資のメリット、デメリット。3、どちらがいいかのマニアな話。4、もう一度結論。こうですね。 一括投資と積み立て投資のメリット、デメリットをそれぞれ押さえた上で、結局どちらがいいのか、中級者レベルのマニアックな話をします。内容は専門的ですが、解説自体は誰でも理解できるように簡単にするのでご安心を。この質問、今日ここで終わりにしましょうね。皆さんがイメージしやすいように、質問者像を共有しておきます。質問者は会社員8年目、年収400万円の30歳。今年から投資家デビュー、積み立て NISA を満額、年間40万円設定した。 投資先は有名な投資家さんたちがこぞってお勧めしている S&P500 に連動するインデックスファンドに50%、全世界株に連動するインデックスファンドに50%、現在の貯金額は約300万円。ここからあと100万円ぐらいこれらのファンドに追加投資したいと思っている。そこで悩みが発生。この100万円、今すぐに一括投資すべきそれとも積立人差みたいに分割して投資すべきこんなイメージですね。というわけで解説に移ります。一括投資のメリットデメリット。 一括投資というのはその名の通り、まとまった金額を一括でドカッと投資する方法です。先ほどの例だと、100万円分一遍にファンドを購入するっていうことですね。短期的には投資タイミングによって大きく利益が出たり、大きな損失が出たり、触れ幅が大きい選択肢です。投資スタート直後に大きく値上がりした時には利益が大きいんですけど、反対に大きく値下がりした時には損失が大きくなります。メリットはこんな感じ。福利の力を十分に使える。 投資資金すべてが投資を始めたその時からフル稼働するので無駄がありませんね。資金効率がいいので長期的には成績が良くなりやすいとも言われます。それから右肩上がりの相場で有利。例えばこんなチャートになるなら言うまでもなく一括の方が有利ですよね。ずーっと右肩上がりで上がるならこの時点で購入した方が有利ですよね。一方で一括投資のデメリットはこんな点ですね。投資直後に暴落が来ると涙目。上がり下がりする相場で振り。今投資していいのかって悩んでしまいやすくスタートが切りにくい。 以上が一般論です。次、積み立て投資のメリットデメリットいきましょう。積み立て投資というのは、こちらもその名の通り、定期的に一定金額ずつ分割して投資していく方法です。毎月3万円ずつ、3年弱かけて100万円分のファンドを購入する、みたいな感じです。いつ投資を始めたかによる損益の振れ幅が控えめなのが特徴ですね。投資のタイミングが分散されるからですね。短期間で大きな利益は出しにくいけど、短期間で大増もしにくい、そういう選択肢です。メリットはざっとこんな感じ。 小額からスタートすることになるので、初心者にも取り組みやすい。いつでも今から始めればいいと割り切りやすい。もし投資スタート直後に暴落が来ても心理的に楽。これは投資額がまだ小さめで、追加投資資金、安く買うための軍資金もあるからですね。それから上下する相場に強い。先ほどと違って、こんなチャートになるなら何回かに分けて買う方が有利ですよね。上がったり下がったりっていう相場です。一方、積み立て投資はこんなところがデメリットです。機械損失がある。 例えば毎月3万円ずつ3年弱かけて100万円分のファンドを積み立て投資する場合最初の1年では36万円しか投資できないつまり残りの64万円は利益を生まないのでもったいないそれと右肩上がりの相場で振りこんな感じですね以上を踏まえた上でマニアの世界に足を踏み入れていきましょう次、どちらがいいかのマニアの話一括投資がいいかそれとも積み立て投資がいいかこの話題は持ち家か賃貸かの話題のように答えのない話題に見えますよね ところが、この話題には、とりあえずの正解があるんです。正解は、一括投資せよ、です。一体なぜそうなるのかまず大前提を抑えましょう。ここを理解しないことには、絶対に腹落ちしません。その大前提とは、そもそも投資タイミングは読めるのかです。皆さん、イエスかノーでお答えください。どうでしょうかそもそも投資タイミングは読めるのか皆さんはこの質問に対して、どちらの回答をするでしょうか僕の回答はノーです。 つまり、基本的には投資タイミングは読めないと思っています。皆さん、効率的市場仮説って言葉を聞いたことありますか多分、聞いたことあるよっていう人は視聴者さんの3%くらいでしょう。でも、株式投資をする以上は100人中100人全員に知っておいてほしい考え方です。要するに大切なことです。効率的市場仮説というのはこういう考え方です。株価にはあらゆる情報が瞬時に反映される。今の株価は常に正しい。そして、 ある期間から次の期間への株価はランダムに動く。予測不可能。だから、あれこれ分析して投資するのは無駄。そういう考え方です。例えば、トヨタ自動車を思い浮かべてください。今の株価はざっくり2250円です。これ安いですかそれとも高いですか皆さんがこの銘柄をあれこれ分析して、本当の価値は3000円だこう結論付けたとしましょう。でも、それ本当ですかトヨタ自動車には約50万人超の株主がいます。 トヨタ自動車の株を買おうかと検討している人たちはこの何倍も存在するでしょう。軽く100万人を超える投資家たち、プロ、アマ、国籍問わず、世界中の投資家たちが今日のトヨタの株価は2250円だこう判断しているわけです。彼らがそう判断するには公開情報、未公開情報を含めあらゆる根拠があるはずです。現時点で利用可能なあらゆる情報が根拠となって今日の株価になっているんですね。もしトヨタ自動車の株価が本当に割安なら、大勢の投資家が買い向かいます。 結果的に株価は適正な価格に落ち着きます。本当は3000円の価値があるのに今2250円ならみんなが買いに行くから結果的に3000円に近づいていくってことですね。一方でもしトヨタ自動車の株価が割高なら大勢の投資家が売るでしょう。結果的に株価は適正な価格に落ち着きます。先ほどの逆ですね。情報が効率的に伝わる世界、つまりあらゆる情報が瞬時に共有される世界では株が割安なままで放置され続けたり、割高なままで放置され続けたりする。こういうことはありえないんですね。 今日の株価は今日時点では正しい。そして明日になれば明日で、辛羅万象を反映して正しい株価に生まれ変わります。日々刻々と変化する株価は、まさにランダムなもので予測不可能なものってわけです。猿がダーツ投げで作った株式ポートフォリオと、プロが作った株式ポートフォリオ、成績が大して変わらないってい話は有名ですよね。もちろん、効率的市場仮説というのは、その名の通り、あくまで仮説です。科学的に証明されているわけではありません。 本当に市場が効率的ならバブルなんて狂ったことは起きえないし、何月に買って何月に売ると儲かりやすいなんてオカルトも出てこないし、年利数十パーセントを稼ぎ続ける有名投資家も生まれないはずです。でもです、過去15年において S&P500 を上回る投資信託はたったの7.7%しかなかった。このことも事実なんですね。市場の根付けは間違っている。こう考えて市場平均以上の成績を出そうとしたプロの約92%は敗北したわけです。 実は、効率的市場仮説には強弱があります。だいぶ効率的だよねっていうセミストロング状態とか、100%完全に効率的だよねっていうストロング状態。いくつか種類があるんですね。僕としては、あらゆる情報を瞬時に反映するほど効率的とは言えないけれど、まあだいぶ効率的だよねっていう考えです。市場の間違いを見つけて大成功する投資家が生まれる可能性は否定しませんが、そうなれるのはほんの一握りの投資家だけでしょう。 もし皆さんが他の人とは違う天才投資家、高運な投資家でないならば、市場はだいぶ効率的で基本的に株価は正しい。そして明日の株価がどう動くかはランダム。投資タイミングは読めない。だから今日の正しい株価で投資信託を一括購入してしまってひたすら持ち続ける。そして無駄なく市場平均的なリターンを味わう。こう考えて動くのが最も無難で賢いやり方になります。どうせ市場タイミングは読めないし、投資するファンドがまともなものならば、10年後は成長しているはずです。 それならば、うだうだ悩んでいないで買っちゃえばいいんですね。悩むだけ時間の無駄です。乱暴な言い方をすればそういうことです。さて、以上を踏まえて4人の見解を紹介しましょう。1人目、ヴァンガード社。2人目、山崎はじめ氏。経済評論家。楽天証券経済研究所客員研究員。3人目、バートン・マルキール氏。ウォール街のランダムウォーカーの著者。4人目、JL ・コリンズ氏。ファイナンシャルブロガー。この4人ですね。彼らは、一括か、それとも積み立てかっていうテーマにどう答えているのか。 まず、ヴァンガード社の見解です。言わずと知れた、世界最大級の資産運用会社ですね。この名前を知っている人と知らない人では、人生が大きく変わるでしょう。彼らは一括投資か、それともドルコスト平均法による積み立てかっていう問題に、こう答えています。一括投資の方が賢明できるだけ早く資産配分を完了させるのが合理的。歴史的には、そういう投資家がプラス収益で報われてきた。現金はリターンが低く、現金のまま持っていれば持っているほど機械損失がある。こう答えてるんですね。 大切なのはリスク許容度と資産配分ですね。リスク許容度というのはいくらまで損しても大丈夫かっていう考え方です。100万円ぐらいなら損しても大丈夫。こう考えるならば200万円株式に投資できます。最悪の事態で株価が50%オフになるという前提です。こういう人はもし300万円持っているならば200万円を株式にして100万円を現金にする。これで理想の資産配分の状態に仕上がるわけです。リスク許容度の範囲内で理想の資産配分を作る。 これがインデックス投資家の仕事です。もし理想の資産配分が分かっているならば、どうせ損したところでリスク許容度の範囲内だし、どうせベストな投資タイミングは読めないし、リターンの低い現金のままで持っておく方が機械損失につながる可能性が高いってことになります。なお、ヴァンガード社はこう付け加えてもいます。もし莫大な金額を一度に投資して、その後すぐに暴落したらどう感じますか下振れリスクを抑えたい、後悔したくない、そういう気持ちがあるのなら、ドルコスト平均法はあなたのための戦略かもしれません。 こうですね。要約すると、一括投資は合理的だけど、ビビリな人に無理には進めないよってことですね。次に、山崎はじめさん、以下山元さんの見解です。日本の個人投資家に人気の経済評論家の方ですね。過去に山元さんの書籍も紹介しています。改訂版、新しいほったらかし投資術について解説。この動画ですね。山元さんはこう言っています。ドルコスト平均法は本当に有利で優れた投資方法なのだろうか。筆者は大いに疑問だと考えている。なぜか。 投資をする上で大きな問題は、その時の買い値よりも、これまでに積み上がったポジションがさらされているリスクと期待リターンだからです。ちょっと難しいですよね。解説しましょう。S&P500 を買う場合を想定してみましょう。100万円を1回で買うのと、10万円を10回に分けて1ヶ月に1回買っていくのと、どちらが低リスクでしょうか感覚的に、後者10万円を10回に分けて買う方が低リスクですよね。でも、それは当たり前です。リスクにさらされている期間が違うからです。ドルコスト平均法は、 熱い温泉に少しずつ体を入れていくようなもんなんですね。まずは右足、次に左足、次に腰まで、最後に肩まで浸かります。右足を入れている時点では体は温泉に浸かっていませんよね。右足は熱くなりますが、つまりリスクにさらされますが、その他のところは熱くなりません。つまりリスクにさらされていません。少しずつ温泉に浸かっていって、あまりに熱ければ右足を抜いたり、これ以上体をつけなかったり、そういう調整をする余地があるわけですね。 この意味で一気に全身使った人よりは低リスクと言えます。でもです。一す全てのポジションを取り終わってしまえば、つまり全身が温泉に使ってしまえば、ゆっくり入った人も一気に入った人も同じリスクにさらされていることになります。もし温泉の温度が急激に50度上がれば、二人同時に腕で返るです。どんなペースで体を入れたかは関係ありません。S&P500 が暴落するときに、君は一括投資で投資したから50%の暴落だ。 君はコツコツ投資してくれたから30%の暴落で許してあげようと。こんな感じで区別してくれることはないんですね。これが山源さんが投資で重要なのはこれまでに積み上がったポジションがさらされているリスクと期待リターンだって言ってることの意味です。ドルコスト平均法がリスクを下げてくれるのは現金を現金のままで置いている時間が長いからであって投資対象そのもののリスクを下げてくれているわけではありません。単にゆっくりとリスクを取っていっているだけです。 リスクリターンの効率が良くなっていると思ったら、それは大きな勘違いです。現金を現金のままで置いているんだから、もし株価が下落局面になれば有利になる。もし株価が上昇局面になれば不利になる。それ以上でもそれ以下でもありません。株価はランダムでどう動くかわからない。これを前提とするならば、ドルコスト平均法の有利不利を判断することは不可能なんですね。だから山源さんはこう言っています。 身も蓋もない言い方で恐縮だが、ドルコスト平均法は、平均外コストに投資家の視点を集中させることで、投資対象が値下がりした時の気安めをあらかじめ提供している投資方法なのだ。こうですね。つまり、ただの気安めだって断言していますね。ドルコスト平均法は、他よりも悪い投資方法ではありません。でも、他よりもいい投資方法でもありません。多くの人にとって、実行しやすいっていう長所は確かにあるよね。何かあった時の気安めにもなるよね。これが山源さんの見解です。 3番目が、バートン・マルキール氏の見解です。インデックス投資家のバイブル、ウォール街のランダムウォーカーの著者ですね。インデックス投資家のレジェンドが書いた本だから、ドルコスト平均法よりも一括投資の方が優れている。こう言いそうなものですが、実はそうじゃないんですね。書籍ではこう書かれています。ドルコスト平均法は株式投資のリスクを取り除く万能役ではない。でも、将来株価が大きく下落した時に対する保険の役割を果たしてくれる。 株価が高い時には少なく、株価が低い時に多く株を買える。結果的に市場の平均株価よりも購入単価が低くなる。だから、どんな時もドルコスト平均法で投資を続けようぜ。こんな感じで、かなり肯定的です。バートン・マルキール氏も、遺産相続のようなまとまった資金を投資する際には、株価の上昇トレンドを考慮するとドルコスト平均法が最適だとは言えない。このことは認めています。でも、それよりも、 いつどんな時でも市場に続けて買い続けること。こちらの重要性を強調しているんですね。投資のレジェンドがお勧めしている方法だから、投資のリターンが良くなる方法だ。ベストな方法だ。こう勘違いしてしまう人がいるのも無理はありません。でも、これまでにも見てきたように、ドルコスト平均法は、リスクリターンの効率を良くするための投資方法ではなくて、いつどんな時でも投資を継続するための一つのプランです。そのあたりはしっかり認識しておきましょう。最後に JL コリンズさん。ベストセラー。 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教えの著者ですね。彼は、米国の株式市場が1970年から2013年の43年間のうち、33年間市場は上昇している。つまり、全期間の77%は上昇していることになる。というデータをもとに、ドルコスト平均法について本書でこのように語っています。少し長いですが、参考になる部分なので、そのまま引用します。ドルコスト平均法を採用したあなたは、市場が下落して痛みを軽減してくれる方にかけている。 どの1年間を見ても、あなたの思った通りになる確率は23%以下、77%強の確率で市場は上昇します。その場合、ドルコスト平均法では得られる利益が減少します。分割投資のたびにより多くのコストを支払うことになります。ドルコスト平均法で投資をすることは、一度に投資するには市場の水準が高すぎると考えているのと同じです。つまり、市場のタイミングをうまく捉えたいという曖昧な世界に足を踏み入れているのです。それでは結局負けてしまいます。こうですね。 ちなみに僕の補足ですが大前提で解説したように投資タイミングは基本的に読めません積立投資というと投資タイミングが分からないから分割投資してるんだってこう考えている人がいますが違いますこれから株価が下がるって思うから分割投資をしようとしているのであってそれは将来の株価を読んでいるのと同じことです将来の株価は誰にも分からない市場が値付けした株価はいつも正しいこれを前提とするならば選択すべきは一括投資です 投資タイミングがわからないからこそ、今一括投資をするんですね。ドルコスト平均法では、それを利用する期間を設定する必要があります。市場は長期的に見ると上昇傾向にあるので、1年を超える長い期間を選択すると、投資コストがどんどん上がるリスクを負うことになります。選んだ期間が短い場合は、そもそもドルコスト平均法を使う意味がありません。そして最後に設定した期間が終了して、投資すべき金額を投入してしまうと、結局、その次の日に市場が下落するリスクを負うことになります。 要するに、ドルコスト平均法は合理的ではない。一括投資の方が合理的だよってことですね。これまでに解説したことも含めて、非常に綺麗な整理になっているかなと思います。彼の主張には説得力があり、反論するのはなかなか難しいですね。以上4人の見解を紹介しました。大前提を押さえた上で、投資に精通した人たちの意見を聞くと、かなり深いところまで理解を進められるんじゃないかなと思います。難しい部分もあったと思いますが、腹落ちするまでぜひ何度も聞いてください。 というわけでもう一度結論、最後のまとめです。結局、多くの人にドルコスト平均法をお勧めする理由は、1、投資開始直後に暴落を食らった際の気休めになるから、投資開始直後に暴落を食らって投資を続けようと思う人は少数派です。2、そもそも手元に大金がないので、ドルコスト平均法にならざるを得ないから、3、投資を習慣化できるから、頻繁に売ったり買ったりを繰り返したり、投資したり、投資をストップしたり、こういった規律のない投資は統計上うまくいかない、といった理由なんですね。 決して高確率で投資リターンが良くなるからとか、取ったリスクに対してより効率的なリターンが得られるからっていうように、科学的に証明されたメリットがあるからではありません。過去のデータ上は、むしろ一括投資の方がリターンに優れているとさえ言えます。確率論で言えば、一括投資の方が儲かりやすいんですね。でも、僕は投資は続けてなんぼだと思っています。だから、質問者さんたちの感情面に配慮して、積み立て投資しなはれって言っているわけですね。もし皆さんが鬼のメンタルを持っている場合は別です。 投資を始めて1、2年間下落相場が続いたり、投資を始めてすぐに暴落を食らったりってことがあった時に、えどうせ15年後はプラスになってるんでしょどうでもええわっていう反応ができる人なら一括投資を進めます。でも、きっとそういう人は多くないでしょう。投資開始直後に暴落が来たら、学長が紹介してたファンドなのに全然ダメじゃんとか、学長が一括でいいって言うから勝ったのに、投資タイミング読めてないねこうなってしまうのが人としてごく自然な反応かなと思います。 こういう結果になって皆さんが投資から離れてしまうのは本意ではありません。一方でドルコスト平均法を選択しておけば、値下がりした時には分割投資にしといてよかったって思えるし、値上がりした時には一括の方がもっと利益多かったけど損したわけじゃないしいいやって。こんな感じでどう転んでも落ち着いていられますよね。長く着実に投資を続けてほしいからこそ感情的にとっつきやすい選択肢を進めているってわけですね。 以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お金が貯まる思考法を身につけるために、リベダイの書籍がおすすめです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。今日の動画テーマのような永遠シリーズの知識を学べます。興味のある方、この動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。今日の動画テーマのようなことを質問する人は、その時点で間違いなく初心者です。そういう人に、あえて荒波の航路を進める気にはなれません。だから、これが結論です。 永遠に来る質問。このお金は一括投資すべきですかそれともドルコスト平均法で積み立て投資の方がいいですかこれに対しての回答は積み立て投資しなはれ。本日は以上です。ということで、これからもしっかり学んで行動してジェの道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい。